鉄器と木材で作られているハンダリン。正確な感覚で無駄なく苗を植えるための道具です。構造は上が狭くさが広い定型の木枠になっています。一番下に鉄製の横棒が連結されています。この横棒には木製の車輪が13個ついています。正確な位置に苗を刺すために田植え前に人力でハンダリンを縦横に引き、水田に印をつけます。車輪が通った道筋には5番の目のような跡がつきます。縦横に車輪を走らせ、線の交差した点が苗を植える場所になります。ハンダリンは田植え前の作業に欠かすことのできない農具です。